はい、ただいま12時14分です。はい、はい、皆様こんにちは。こんにちは。はい、今日はですね、いつもと違う場所から実はお送りしておりまして、はい、初めてね、見る方もいらっしゃると思うので、少し説明しておくと、いつもはですね、トラックのキャンピングカーの中から動画をね、最初お送りしてるんですけれども、はい、私たち今トラックを、改造したキャンピングカーをガレージに連結させて、車暮らしというものをしているあの夫婦なんですけれども、今日はね、そのトラックではなく、違う場所から今お送りしております。はい、でね、はい、これもね、あのキャンピングカーです。そうです。あの先日ね、納車した、うん、ハイエースのスーパーロング、はい、通称ね、名前をつけてスパガッタさんと呼んでるんですけど、はい、で今はね、そのスーパーロングのハイエースの中にいます。はい、はい、今キャンプ場作りというのをね、進めてまして、みんなでね、楽しめる車遊びができる場所を作りたいというところで、うん、カルオートガーデンというキャンプ場を、結構今年に入ってから、うん、あの進めてまして、はい、ようやくね、形になってきて、間もなくオープンというところまで来ております。はい、はい、でちょうど昨日あのこのね、キャンプ場のイベント、オープン前イベントをやってまして、たくさんのね、方ご来場いただいて、はい、だいぶね、あの足元が悪い中来ていただきまして、うん、僕らはその翌日、今また誰もいなくなったキャンプ場の中にこの車を止めて今撮影をしてます。はい、はい、で、今回のね、ご報告なんですけれども、このね、キャンプ場を、ようやくね、皆さんでご使用いただけると。そうです、はい、皆さんに遊び、うん、来ていただけるような状態になってきたので、細かくね、あのお話したいなと思います。で、そもそもね、このキャンプ場なんですけど、なぜね、作っているのかという話なんですが、僕らね、車中泊したりとか、はい、DIY したりとかね、うん、車遊びから始まっていることなんですけれども、はい、車遊びがね、好きなので、まあ、それをね、存分に楽しめる場所があったらいいなというところで、はい、まあ、今回このキャンプ場を作ろうと決めたんですけれども、このキャンプ場はなので、その車遊びのギミックがかなり詰まってます。はい、はい、まずね、車中泊できます。はい、車中泊するための場所を17台ぐらい、はい、たっぷり、はい、すごい確保しました。うん、車中泊ってこの旅のね、手段としてやる方も多いと思うんですけど、はい、例えばこうキャンピングカーでお仕事したりとか、キャンピングカーでちょっと昼寝したりとか、うん、楽しむ方って結構いるなと思ってて、私たちもそのね、類なので、なんかそういうフラッと楽しめる、ゆっくりできる車中泊場所っていうのがあればいいなという思いで、うん、結構ね、多めに作ってみました。はい、電源もある場所もあれば、逆にね、オーニング広げて少し広めの場所もあればっていうところで、一応ですね、目玉はガレージテント付き車中泊サイトというものがあります。はい、でこちらは何かというと、テント付きです。はい、テント付き、はい、中に車を入れていただいて、まあ、あの雨の日とかでもね、あと日差しが強い日とかでも車中泊ができるように、はい、車にさらにこう屋根がついてるような感じ。そうですね、そこに椅子とテーブル広げて楽しんで、昼寝はなんかキャンピングカーでね、そうそうそう、するとかでもいいと思います。はい、まあ、そもそもね、そのテント自体はかなり、ね、高さがあるので、まあ多分マックスでこのスーパーロングのハイエース 2.3 メートルぐらい高さがあるんですけど、うん、そこぐらいまでの車であれば入れます。そうですね、はい、はい、ちなみに昨日のそのイベントでは、この、うん、あのハイルーフ実際に入れてお披露目したんですけど、うん、もう全然余裕だったので、そうだね、リアも開けれたんで、うん、結構いけるなと思いました。確かに確かに、うん、はい、そのバンライフサイトという名前 で、ね、呼んでます。はい、はい、で車中泊もできるんですけど、もちろんね、オートキャンプも楽しめます。やっぱあの車遊びがメインなので、うん、もちろん全てオートサイトです。はい、はい、でキャンプサイトの方も森があったりとか、そうだ、ね、近くに森があったりとかで、うん、自然を楽しみながら、はい、まあ、ザ・キャンプみたいなのがしたい方はそっちの方に行っていただいて、うん、はい、であと、うん、他に意外とないなと思うのがビッグサイトというものがね、うん、ありまして、例えばトレーラーを引いてる方とか、うん、3台のグルキャンとかね、うん、であの使ってもらえるビッグオートサイトというものも作りました。バスコンとかも入れますんで、ね、かなりね大きいサイトになります。はい、ただうちのね、そのオートキャンプできるサイトに関しては基本的にどこもね大きめに作っている、あの設置しているので、のびのびと過ごすことができると思います。そのキャンプ場内にはあのドッグランとかも、はい、あの作ってまして、そうですね、あのワンちゃん連れとかもね、うん、あの自由に楽しんでもらえると思いますので、はい、はい、ドッグランもちろん無料です。はい、はい、
で、このキャンプ場はね、あの DIY ができます。あの先日ね動画出しました。嫁のねプロボックスを DIY でカスタムした動画が先日出したんですけど、その動画内で使用してたのが DIY サイトですね。はい、はい、結構他のキャンプ場だとあまりないと思うんですけど、車の内装をねちょっと作ってみたいとか、車の内装以外にもねキャンプギアとかを手作りしたいとか、そういう方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、そこのね DIY サイトは車を横付けして DIY を楽しめるっていうサイトなので、何日間か泊まり込みで大きいもの作ったりもできるわけですよ。はい、工具もレンタル可能です。はい、はい、そうです。目玉の一つになってます。で、その DIY サイトを予約しなくても DIY コーナーというものも設けてまして、はい、あの泊まった方限定で DIY コーナー使っていただいて、なんかちょっとね空いた時間にキャンプギア作ってみたりとか、レンタル工具でちょっとこれ使ってみたかったんだって試してみたりとかっていうところも、はい、あの併設されてます。で、あと他のキャンプ場にないなって思ってるところが洗車場がね実はあります。そうだね、はいはい、でこちらは、無料になっておりまして、うん、洗車グッズそして高圧洗浄機も貸し出ししております、はい、でこれは何かというと、まあ、お帰りの際とか、あとはまあ、あの日中でもねちょっと空いた時間あるなっていう時に高圧洗浄機でザーってこう綺麗にしてね、はい、ピカピカの車で帰ってもらえたら嬉しいなというところで洗車場を作りました。であともちろんトイレとかも、トイレシンクもしっかりあるんですけれども、トイレはねやっぱりキャンプ場としてはすごい重要な場所だなと思ったので、木張り、そして屋根付き、そしてウォシュレットしっかりついております、はい、水洗トイレです。で、もう一つで、ね、目玉としては、あのこの、キャンピングカーがエントランスになってます、はいはい、このね車はここのキャンプ場に設置する、はい、シンボルカーとなるので、もしねこの車自体もね、あの来ていただければ、あの見ていただけると思います。はい、はい、このキャンプ場は手作りでね、作ってきてまして、常駐している管理人のやっさんというね仲間がいまして、僕らとやっさんで作ってきて、あとはその車遊びラボっていうね、あのコミュニティを僕らで、あの運営してまして、車遊びラボの会員さんメンバーで、このキャンプ場を手作りでみんなで作ったりとかっていうので、こう重ねてここまで来ているので、はい、なかなかね険しい道のりだったんですけれども、ようやくね、あの皆さんにご報告できるタイミングになりました。今までねたくさん動画でもご紹介させてもらって、たくさんの応援をいただいていたので、はいはい、ちょっと感謝の気持ちを込めて、はい、今回は先行予約していただいた方は半額とさせていただきたいと思います、はい、なんであの半額なんで、あの今のこのタイミングで、あのぜひ来ていただいて、で、ね、で楽しかったらね、あの何回かこう、うん、ぜひねホームとして使ってもらえたら、ね、あの嬉しいので、はいはい、なんで車遊びが好きな方はぜひね一度騙されたと思ってあの来てもらえると、ね、あの良いかなと思います、はい、あのキャンプのね道具のレンタル品とかも結構充実してるので、もしキャンプこれから始めたいなっていう方でも、うん、あの全然フラッと来れると思いますので、そうそうそう、はい、そういうのもね利用してもらえればと思います、はいはい、はい、ということで先行予約なんですけれども、はい、下のね概要欄の方に公式 LINE の URL を貼ってあります。こちらを登録していただくと半額クーポンも同時に発行されるような仕組みになっております、はいはい、ということで興味がある方、お近くにお住まいの方はぜひぜひこの期間に予約をしていただいて、はい、みんなで頑張って作ったキャンプ場をちょっと見に来て楽しんでいただければと思っております、はい、ということで皆さんのお越しをお待ちしております、はい、今回もご視聴ありがとうございました。次回もぜひよろしくお願いしま す。この動画がいいなと思った方はいいねボタンとチャンネル登録&インスタグラムチェックもお願いします。ではまた。